格闘リッジは2016年のアメリカ合衆国の電気映画。監督はメルギブソン。出演はアンドリュー・ガーフィールド、サム・ワーシントン、ルーク・ブレシー、テリーサ・パーマー、ヒューゴ・ウィービング、レイチェル・グリフィス、ビンス・ボーン。第二次世界大戦の沖縄戦で衛星兵として従軍したデズモンド・ティードスの実体験を描いた戦争映画。デズモンドは セブンスデイアドベンチスト教会の経験な信徒であり、沖縄戦で多くの人命を救ったことから、良心的兵役拒否者として、初めて名誉勲章が与えられた人物である。白僧立地とは、沖縄戦において、浦添城市の南東にある、前田高地と呼ばれた日本軍陣地。北側が急州な崖地となっており、日本と連合国領軍の激戦地となったことから、 アメリカ軍がこの崖につけた故障である。2017年の第89回アカデミー賞において録音賞と編集賞を受賞した。アメリカバージニア州の緑豊かな町で生まれ育ったデズモンドドス。弟のハロルドともに農山を駆け回る活発な少年だったが家族に問題を抱えていた。父親のトムは兵士として戦った第一次世界大戦で心に傷を負い、 酒に溺れ、母バーサとの喧嘩が絶えない日々を送っていた。ある日、弟との喧嘩で彼を死なせそうになる出来事が起き、自らを責め、何時、殺すことなかれという教えを胸に刻む。月日は、流れ、成長したディズモンドは、看護師のドロシー出シ手と恋に落ち、心躍る時を過ごしていた。だが、第二次世界大戦が日に日に激化し、 デズモンドの弟も周りの友人たちも次々と出征する。そんな中、教えを大切にしつつも、デズモンドは衛星兵であれば自分も国に尽くすことができると陸軍に志願する。グローバー大尉の部隊に配属され、ジャクソン基地で上官のハウエル軍曹から厳しい訓練を受けるデズモンド。体力には自信があり、戦場に見立てた泥道を這いずり回り、 全速力で障害物によじ登るのは何の苦もなかった。だが、ライフルの訓練が始まった時、デズモンドは断固として銃に触れることを拒絶する。デズモンドは、モーセの銃会以外にも銃に触れない理由があった。軍服や軍務には何の問題もなく、人を殺せないだけですと主張するデズモンド。グローバー隊は、戦争は人を殺すことだと告げ、命令に従えないのなら、 除退しろと宣告されるその日から、上官と兵士たちの嫌がらせが始まるが、デズモンドの決意は、未人も揺るがず、その姿を見ていた周囲もその姿勢を認め、その上で除隊を進めるがデズモンドは従軍する意思を示す。しかし、出生前に約束したドロシーとの結婚式の日、デズモンドは、ライフルの訓練を終えないと休暇は、 許可できないと言われ、命令拒否として、軍法会議にかけられることになる。面会に訪れたドロシーに、銃に触れないのはプライドが邪魔しているからだと指摘された。デズモンドは、そのプライドこそが大切だと気づく。信念を曲げたら生きていけないというデズモンドの深い、思いに心を打たれたドロシーは、何があろうと、あなたを愛し続けるわと励ますのだった。皆は、殺すが、僕は助けたいと。 軍法会議で堂々と宣言するデズモンド。窮地に陥るが意外な人物の尽力でデズモンドの主張は認められる。時は過ぎて1945年5月の沖縄。グローバー隊員に率いられて白層立地に到着した第77不表紙団のデズモンドと戦友のスミティラ兵士たち。先発部隊が6回登って6回撃退された末に壊滅した激戦地であった。 150メートルの絶壁を登ると、そこには百戦連磨の軍層さえ見たことのない異界が広がっていた。前進した瞬間、日本軍による四方八方からの猛攻撃でしわたたく、間に倒れてゆく兵士たち。衛星兵として重傷の兵士たちを助けてゆくデズモンド。しかし、一度は白層立地を占領するも厳しい戦況に、部隊は退却を余儀なくされる。 その最中、負傷した仲間たちが取り残されるのを見たデズモンドは、たった一人で戦場へ止まることを決意する。カッコ内は日本語吹き替え2014年11月20日、実は大元にした、戦争映画、ハス層リッチの監督として、メルギブソンに交渉中であり、また、第二次世界大戦の沖縄戦で、多くの命を救って、トルーマン大統領から名誉勲章を授与された。 ベイグ衛星兵のデズモンド・ティードス役として、アンドリュー・ガー・フィールドへのオファーが出ていることが発表された。グレゴリー・クロスビーが原案を書き、その後、ロバート・シェンカンとランダル・ウォレスが脚本を執筆した。プロジェクトは、ウォールデン・メディアがパンデモニウム・フィルムズのビル・メカニックと、パーマット・プレゼンテーションズのデビット・パーマットと共同で、進め、またプロデューサーは他に、グレゴリー・クロスビー、 スティーブ・ロンギ、エレクサ・ルースが務めている。プロジェクトはもともと、セブンス・デー・アドベンチスト協会のスタン・ジェンセンの後押しを受けたクロスビーによって、ハリウッドに持ち込まれた。2015年2月9日、アイム・グローバルが映画への出資契約を結び、また、国際市場へと売り込まれた。同日、ライオンズ・ゲートが北米配給権を獲得した。中国での配給権は、 上海を拠点とする映画制作、配給会社のブリスメディアが獲得した。2015年7月29日、ビンス・ボーンとサム・ワーシントンがキャストに追加された。ギブソンは2006年のアポカリプト以来となる監督に就任した。アンドリュー・ナイトが脚本を手直し、また、ギブソンのパートナーであるブルース・デビーが、ポール・カリーと共にプロデューサーに加わった。 2015年8月25日、ルーク・ブレイシーが、スミッティ役での出演契約を交わした。2015年9月29日、テリーサ・パーマー、レイチェル・グリフィス、リチャード・ロックスバーグ、ルーク・ペグラー、リチャード・パイロス、ベン・ミン・ A、フィラス・ディラーニ、ニコ・コルテス、マイケル・シース・ビー、ゴラン・クルート、ジェイコブ・ワーナー、ヘンリー・グリーン・ウッド、ダミアント・ム・リンソン、ベン・オトゥール、 ベネディクト・ハーディー、ロバート・モーガン、オリップ・フェファー、ミロ・ギーブソン、ナサニエル・ブゾリックの出演が発表された。2015年10月19日、ヒューゴ・ウィービングが、デズモンドの父のトム役で加わり、さらにライアン・コアが、マンビル級役での出演契約を交わした。また、クロスクリーク・ピクチャーズが、出資者に加わり、さらに10月21日、クロスクリークは、映画の制作、 出資のためにデマレストメディア、ウィンディ、ヒルピクチャーズ、キルバーンメディアと提携した。主要撮影は2015年9月5日にオーストラリアのニューサウスウェールズ州で始まった。制作はフォックススタジオオーストラリアを拠点に行われている。ニューサウスウェールズ副首相のトロイグラントは制作に関係する仕事により2600万オーストラリアドルがもたらされるだろうと予測した。 2015年9月21日、シドニーでの撮影が始まった。北米では、ライオンズゲート配給により2016年11月4日に封切られた。本作は高い評価を得ており、ロッテントマトズでは86%の数値を得ている。ローリングストーン氏のピーター・トラバースは星3.5と評価している。日本の予告編では、トラバー,ースは プライベートライアンを超える戦闘シーンと評したと宣伝されているが、正しくはブレイブハートとプライベートライアン以来最も暴虐で血まみれた殺戮と評価している。ありがとうございます。